どうも、この動画ではザマッチ2022で行われるナスカ・テンシンバーサス・タケルの勝敗予想をしていこうかなと思います。まあね、ちなみにこのザマッチ2022、一応ね、半年以上前に開催決まったのに、あんまり盛り上がってなくねって思うのは私だけでしょうか。なんかね、いまいち世間的にすごいね、わーってなってる気がしないんですけど、まあ気のせいですよね、私の。全然そんなことないですよね。まあそんな感じでね、 まあ今回は那須川天心対武のまあ勝敗予想をしていこうかなと思うんですけど、まあ、2人のまあ情報について明るく述べますと、まあ、こんな感じですね、まあ、那須川天心が現在23歳で戦績は41勝0敗 28KO と一方の武尊は30歳で,で戦績は40勝1敗 24KO ということで、まあ、意外にもね尊選手の方が KO 数少ないんですよね でも個人的にはね、たける選手はもう1ラウンドあれば KO できてたみたいな、そんな感じの試合が、まあ、結構多い感じがするんで、まあ、それでね、たけるの方が倒してるやんみたいな、そんな印象があるのかなと思います。ってのと、まあ、那須川選手が近年あまりね、KO できてないってのが、その印象に拍車をかけてると、そう思う次第ですね。で、結論から申し上げますと、私はね、たけるが判定で勝つんじゃないかなと思っております。 でまあ、そう思う理由についてここからね話していきたいんですけど、まあ、その前に2人の特徴についても話していこうかなとまずは那須川天使間違いなくね日本のキック史上最も完成された選手だなとは思います、まあ、いかんせん軽量級なんでね世界に全然ライバルがいないってのが難点なんですけどまあ、凄まじい選手ですよねこの若さでねこれほどの試合経験を積んでいてなおかつ負けてないっていのは脅威としか言いようがないです まあ正直ね、ロッタン戦でのあの金的アピールは寒かったですけどね。そんな位置にね、ポコチンがないのは全男子がしてることなんで、あれはね、ちょっとまあ冷めた部分はありましたけど、まあ、でもあの試合でもね、まあ、延長での判定は完全に天心だったと思うんで、やはりその瀬戸際で勝ちきる強さも持ってるっていう、まあ、そういう評価になりますよね。那須川選手の強みといえば、やっぱりね、スピードと綺麗ですよね。まあ、誰が見てもね、スピード半端じゃないですし。 パンチもも蹴りもシャープですよねで少なくともね、蹴り技のその多彩さは世界のどのキックボクサーよりも幅があるんじゃないかなと思いますね。左のミドル、はいインロー、飛び膝、胴回し回転蹴りとかね。まあなんか基本に忠実な技からトリッキーな技までいろいろできると。まあでもね、胴回し回転蹴りはね、駆け逃げの技なんであんま好きじゃないですけどね。正直ね、あれをね、やっていいのなら、胴回し回転蹴りをした選手が倒れてる間にね、 まあその相手選手はね、一発ぶん殴っていいっていうね、そういうルールにね、してほしいなって若干思う部分はありますよね。あ倒れ込んでねあ、助けてあげるよみたいな、まあ、どんなルールやねんって思うんでね、まあ、そこら辺ね、ちょっとキックボクシング見ててたまに冷めたりする部分であるんですけど、ま、だそのルールの中で、まあ、最大限強さを発揮するっていうね、まあ、そういう強さともまあ言えるのかなと。ただ、そんなね、まあ、那須川選手は、以前の驚異的な強さからは、陰りが見えるよねってのはまあよく言われる話で、まあ、確かにね、私もそう思いますね。 スピードが以前ほどの速さじゃないなってのと、まあ、散らす蹴り技ローとかミドルとか結構減りましたよね戦いの組み立ての中でで前者のそのスピードが落ちたっていう部分ではウェイトトレーニングがまあ原因なのかなって思いますけどね胸板がねめっちゃ熱いですし体がねごつくなりすぎですよねなんかね試合見てて体重そうだなって感じますしあとはね距離感がね結構近くなってるなって気がしますね これはね、先ほど申し上げた、その蹴りが減ったってところにまあ近い部分があると思うんですけど、その蹴りの距離じゃなくて、パンチの距離で戦うのがすげえ増えてるなって気がして、そのせいでね、前の風根戦でもそうですけど、ちょいちょいね、パンチ被弾するシーンが増えてきていて、まあ、ボクシングスタイルになってるとは別に思わないですけど、まあ、パンチで仕留めたいっていうね、そういう意欲は高いように見えますね。なのでね、まあ、結構中途半端な形になってるんじゃないかしらと。 まあ、キックボクシングのね戦いをしてるのに以前のようになんか蹴りを主体で組み立ててるっていう戦いぶりじゃなくてなパンチで組み立てようとしてるみたいなところになってるんで、まあ、そこがねうまくいかないのかなとやっぱあくまでね蹴りで削っていって最後にパンチで仕留めるってのがねまあちらせ上下とか散らせてていいのかなと思うんですけど、まあ、それがあんまりできてないと で、ステップワークも減りましたよね。なんかベタ足でパンチに力乗せようとしてると思うんですけど、やっぱキックボクシングって蹴り歩きなんで、そこで蹴らないと有効だってね、なかなか当たらないんだろうなって、それをすごい感じますね。あとね、単純に今の筋肉モリモリの状態が、55キロ適正階級じゃないっていう説ですよね。まあ、直近3試合ぐらい、ね、55キロで戦ってますけど、まあ、それがね、適正階級じゃなくなってる説はありますよね。結構やっぱりね、体でかくなってるんでね、 天津史上一番凄まじい動きだったと言われるあのエバター類戦でもね56キロ契約でしたからね、まあ、55キロよりも1キロ重い契約で戦っててあのね凄まじいパフォーマンスだったんでやっぱどう見てもね55キロ適正階級ではもうないよねって思う部分がありますよね他にもね工事戦で58.5キロ契約有機戦で58キロ契約とか、まあ、そこら辺のね試合の動きの方が断然良かったんで最近の55キロ契約の試合よりも だからね、まあ、58キロが適正とまでは言いませんけど、まあ、でも55が適正ってのはさすがにもうないのかなと、57ぐらいがね、適正なんじゃないですかね。まあ、下手したらまあ58キロかもしれないですけど、まあ、その本人にしか分かんないですね。なのでね、まあ、今回の試合で言うと、ここ最近の55キロの試合の時よりも、動き自体はね、かなり良くなるんじゃないかなとは思ってます。で一方のタケル。まあ、タケル選手といえばね、言わずと知れたハードパンチャーですよね。 インとか右ミドルで相手を削りながら、まあ、徐,々に徐々にパンチの距離にしていってパンチまとめるなり、まあ、飛び膝を打つなりして相手に致命傷を与えるっていう、まあ、そういうスタイルだなと思います、まあ、相手をねボコりながら笑ってくるド S の極みみたいな男ですよパンチ力に関して言うと、まあ、全然ね那須川選手を上回ってると思いますねパンチで倒すイメージはねやっぱ断然たけるの方があるんじゃないかなと思っていて でそんなタケル選手はね、5年弱ぶりの60キロより下の階級での戦いと、最後にね、その60キロより下の階級で戦ったのは、2017年9月18日のワン・ジュングアン戦がフェザー級57.5キロの試合でしたね。あれ防衛戦だったと思うんですけど、まあ、でも全然話変わるんですけど、ワン・ジュングアンはね、結構強い選手で、何年か前にね、ワンでタイトルマッチも経験してるような選手ですよ。で話戻りまして、まあ、タケルはね、 直近の2月の郡司選手とのエキシビションでね、まあ、片鱗がちょっと見えてましたけど、まあ、おそらくね、60キロの時とは日にならんぐらいね、動き速くなると思うんですよね。蹴りのスピードがすげえ速くなってて、で、パンチに関してはね、まあ、あんなでかい、ね、グローブなんで測りかねる部分はあるんですけど、蹴りはね、相当速く見えたんで、ってなるとまあ、全体的なスピードは、まあ、60キロの時とは日にならんのじゃないかなと思っていて、まあ、正直ね、57.5キロ時代、まあ、フェザー級時代のタケルなら、 まあ、天心とね、スピードだけで見ても、そんなにね、まあ、変わんないんじゃないかなと、個人的には思っていて。まあ、特にね、今のマッチョ化が進んでる天心と比べちゃうと、本当にね、差は全然ないのかなと。うん、なスピードでね、天心が圧倒するみたいなことにはならないと、勝手に思ってますね。そんぐらいね、57.5キロからまあ58キロぐらいのタケルもめちゃくちゃ速いですね。でね、この試合でもタケルスマイルが見られるのか、非常に楽しみですなところで。 っていうね、まあ、ここまで話したのが、まあ、両者の特徴というかそんな感じででよく言われる勝ち筋としてたけるは KO で天心は判定みたいなそういう言われ方は結構されがちなんですけどむしろねお互いの勝ち筋は逆なんじゃないかなと思っていてたけるがね天心を KO するのって至難の業だと思うんですよね、まあ、体重戻しの制限もされる上にたけるは数年かけてつけた筋肉をねそぎ落としてこの一戦に挑むわけで 当然ねパワーに関しては落ちるんですよねその一方天心はウェイトトレーニングも結構やっててまあ賛否はありますけどゴリゴリになっとるんでパワー差はね実はそんなにないんじゃないかなとただでさえね致命傷をもらわない天心にパワーを結構削がれたラケルが KO できるとは思えないんですよね逆にね KO であれば天心の方が可能性あるのかなと まあカウンターでね綺麗に顎とか入れば、まあ、誰だって倒れるんで、まあ、その可能性の方がどっちかっていうと高いのかなと思いますただねそれでもタケルのね判定勝ちに今ベッドする理由としてはタケルのね蹴りにありまして、まあ、タケルはねやっぱ自分からプレッシャーかけながらインローとか前蹴りとかミドルとか膝蹴りとかチラ、まあ、してね削ってくるんですよねで天心ってパンチの有効だ本当に全然もらわないんですけど蹴りはねインローとかミドルとか まあ結構もらうんじゃないかなと思っていてそんなにねめっちゃカットしてる印象がないんで,で最近ステップワークも減ってるんで距離で外すみたいなのも以前ほどできないんじゃないかなとなのでねその蹴りで結構タケルが削れるんじゃないかなとあとは先ほどの天心の特徴で申し上げた、まあ、距離がね近くなってる説ですよね、まあ、ストレート系のねパンチが多い天心のねそのパンチの方が当たりそうなんですけど、まあ、でも近くなってしまえばねタケルもね回転力がめっちゃあるんでそのパンチがね当たるんじゃないかなと タケルのね、右のストレートもね、めっちゃ速いですからね、でそっからの返しの左フック、まあ、あれはとんでもないんでね、まあ、そこでクリーンヒットしないまでも、多少ね、ぐらついたりはしそうな気がするんで、最終的にそのダメージの部分でタケルがね、判定勝ちするんじゃないかなと思いますね。まあ、序盤はね、やっぱり天心が押すと思うんですよね。スピードがやっぱり最初は慣れないと思うんでね、タケルも。ただ、2ラウンド、3ラウンドで慣れてきてね、そっからね、なんか後半巻き上げてタケルが判定勝ちするっていう。 まあそういうね予想になりますね。ということでね、まあ、わかんないですけどね。まあ、ここ最近ね、ずっとわかんないよって言われ続けてきたことの一つの答えが出るということでね。まあ、もうここまで来たらね、ルールが転身寄りだみたいな、そんな話もありますけど、まあ、そのね、人を動かす部分も戦いの一部っちゃ一部なんでね。まあ、やっぱ格闘技ってスポーツとは違うんで、最終的には勝った方が強いっていうね、その一言なんじゃないかなと思います。ただ、金敵はお互いやめろよってことで、終わっていきます。 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。